おはようございます。おはようございます。キャー逃げた逃げた逃げたキャーなんだよ。新潟最高じゃないですか。やっと来たぜ。俺めちゃめちゃ楽しみにしたんですよ。早日そうっすね。初めて。どうですか。やっと来たよ。もう新潟といったらスロットザップ竹の手もうそれぐらいよ。今日一日ここで爪痕残さなければ、はい、もう二度と来れねえから。え、大丈夫大丈夫です。めちゃくちゃね、今日楽しみに気合入れてきてるんで大丈夫です。新潟といえばコシヒカリ、新潟といえばマサムネガレーゼロマサムネ関係ねえよ。イルティクラウンなんですよね大丈夫っす。どこでも打てるんじゃねえか。じゃあそれはどうでもいいんだ。そうでもどうでもいい。どうでもよくないですよ。どうでもいいんだよ。大事っすよ。大事じゃない。わかりました。早いピー。え、昨日ね、僕たちあの前乗りでホテル取ってちょっとご飯行ったじゃないですか、着いてから。うん。で事件が起こったんですよ。ちょっとテンション前上がっちゃって、僕とケガ君で行っちゃったんですよ。あのガールズバーのってお店なんですけど、あの2人行ってきて、ちょっとね途中で僕めちゃめちゃテンション上がっちゃって、もやっぱ僕ナギバってあの夜抜かないとダメじゃないですか、早く俺なんだよそれ、その情報知らねえよ。ご当地でなんか抜かなきゃダメみたいなとこありますよね、早く俺ありますよねそれでね、あの行ったんですよ。そしたらあの電話でね、僕の行ったそのデリバリーのあの女の子はあのってお店のちゃんなんですけど、あの受付の人がね、あのあ何分ですかって、あのちょっと俺あの余裕欲しかったからあの80分で言うて、そしたらあの受付の人がもうすごい対応悪かったんですよ。なんかめちゃくちゃ悪くて、なんかはい、30分で着くと思うんでまだお願いしますはいみたいな感じで、めちゃめちゃ声も聞こえないからめちゃめちゃ耳近づけたら30分だっても来なくて、で向こうから折り返しもない。俺おかしいなと思ったら気づいたら1時間待ってて、さすがに待てんと思って電話折り返したんですよまあね、そしたらなんかあのもう近くいると思うんでもう一回折り返しますって言ったから、そっからまた20分待たされて、でやっと来たんですよ。コンコン言うてなんかお兄さんがあのお会計ですみたいなんでお金渡してシャクルーっつってウハウハっつってコンコンって来たんですよ。そしたらお待たせしました、兄さん今日どこから来たのって言ってあのなんか全然名前と違うなんか中国人みたいなやつ出てきて、しかも体型がボストロールめちゃめちゃでけえんすよ。でなんかお兄さん今日どこから来たので、まぁ、あ、すぐなんかお兄さん一緒にお風呂入るって言ってめちゃめちゃ片言で、お前絶対日本人じゃねえだろ来たんじゃねえだろと思ったんですけど、あれねもうね新潟ってすごいなと思って、あのこれですよ、あのとのちゃん、これめちゃめちゃもう日本人の可愛い子じゃないですか。28歳でもう最高だと、俺これだからこれだったら80分余裕だと思って行ったんですよ。そしたらねコンコンボストロール出てきます。俺もうその夜の立ち回りすごい期待したのに、もう1000枚マイナスからスタートなんですよ。えぐくないですかマジで。俺だからめちゃくちゃすごいって聞いた新潟の街、俺めちゃめちゃぼったくられたんで、あのここも僕信用してないですからねマジで信用してないですから僕。キングはどう。いやその僕基本的に抜かない派じゃないですかその僕はまあ基本キャバクラかガールズバーなんですよね、うん、でそのナギバ君が帰った後もね、そのいろんな女の子と喋ってたんですよね。でまず1時間3600円なんですよね。で2人で行きます。1時間7200円ですね。でまあ2時間いました、ナギバ君も。じゃあ僕もいました。 7200×2 は14400円なんですよね。でじゃあナギバ君帰りました、はい僕います、17800円なんですよね。どんだけ、17800円なんですよ普通は。うんですよ。ででもまあ女の子にちょっとドリンクあげたんですよ。1500円のドリンクを2個あげました。あで算数の問題みたいな。そこでそこでじゃあ行っても2万1000円ぐらいじゃないですか。あ確かに。で僕めっちゃケチなんで、そのドリンクとか頼まれた時いつも今会計いくら会計いくらみたいな軍資金めっちゃ軍資金気にしてたんでやっぱり、うんうん、そうめっちゃケチなんでね、やっぱり、うんうん、もう本当に10分おきぐらいに今会計いくらみたいな感じでめっちゃ聞いてたんですよね。で今1万9000円やよみたいな、あ、わかった、じゃあそろそろチェックで、はい会計4万円請求されたんですよね結局で僕朝の5時までボーイと喧嘩っすよねで帰り道早起きの早ピーと遭遇します。で僕結局早起きの早ピーがまあいるじゃないですか、僕寝坊します早ピーに朝からマジでキレられましたドア全力でなって僕何事やと思って飛び起きましたねマジで本当に。いやね、そんなことはもうどうでもいいんだあのね、そういういろんなことがあったから、あの今日はね
もうね、新潟に対する信頼がもう下がってるんですよ。で、とスロットタップ、こんなこの3つはね、もうね僕の中でちょっと危ないと思ってるんですよ。だからね、今日はナギョとしてじゃなくて、すいません、ちょっと今日は稲垣雄平として、なんでやそれ、今日は慎重にね立ち回らせてもらうんで、はい、お願いします。普段こんな感じなの？はい、稲垣雄平はこれっすよ。ね、これでダメだったら稲垣雄平としてパチンコ、パチンコ版と風俗版両方とも爆散かけますから。マジかけますから。ちょっとハヤピー、え、僕たちマイナススタートなんですよ。今日昨日ね、しっかり何やったんだよ、しっかりね、今日は本当にガチで2人で7万マイナスからスタートですよ。おめえらのせいだろそれ。え、ぼったくりバー、詐欺デリヘルで、スロットザップ、これもう系列店なんで、スロットザップ関係ねえだろ。いや、系列店なんで、やめろってやばい、系列店からやっぱ取り戻さないといけないんですよ。だから今日はガッチガチに立ち回らせてもらうんで。なんだよそれ。え、今日は本当にやばいからガチ立ち回るから、ちょっと2人で乗り打ちにしよう。助かります。助かりますよね。おい、お互いね、残高確認しようよ。はい、これね、スローニートなんで1万2000円。僕、うん、普通のニートなんで、最近アトリクビになりました。プロミスで1万円です。おやべえじゃねえかよ、おい。プロミスで1万円です。だから2人で合わせて2万2000円だから、俺はマジで狙い台はナギワと言ったら、皆さんご存知ですよね。いや、ナギワじゃないな、稲垣雄平と言ったら。おい、誰だよっていうか、スローニート稲垣雄平と言ったら、ちょっとすいません、プライベートなんで、満開店の男、なぎわなんで、なぎわじゃねえ、稲垣雄平なんで、花、僕狙っていきます。はい、で、稲垣狙いたいは、まあ僕、やっぱ、三崎翔太って言ったら、いやもう、新潟って言ったら、政宗、ガレーゼロ、秘宝伝。どれが一番メイン、どれが一番狙いなの？ガレーゼロです。ガレーゼロ、はい、じゃあ、ガレーゼロね、はい、第一方面ね。俺はもう花、はい、とりあえずツインが一番大するから、ツインを俺ちょっと狙っていくんだけど。あー、そういうことです。じゃあ、お互いそれで朝一応 OK かな。わかりました。取れなかったらどうすんの？取れなかったら後ろでベガ立ちします。で、席離れようとしたらこの言葉言います。まだ打ちますか？シャーン！なんて新潟最高じゃないですか、やっと。して俺めちゃめちゃ楽しみにしたんですよ、早火。来たぜ新潟。俺のザップ。マジで俺プライベートでマジで年内で来ようと思ってたぐらいここ来たくて、それがまさかね、こんな形で実現するとは。で、今回金賀君との3500枚をしっかりプラスにするって意味で、兄貴として今回ガッチガチに立ち回っていくんで、よろしくお願いします。一人目の選手、行くぜ。いや、ほんまに早火あれなんですよ、マジで。ボイだけほんま僕めっちゃ怒ってるんですよ。あいつ金ぼったくって、まあ、それは まだ許せやん、まあ、許せやんけど、朝の5時まであいつとバトって、あいつが5時まで寝かしてくれやんだから、寝坊、ほんで早オピにドア目撃叩かれて殺されるかと思った。だから俺は絶対ボーイだけはほんまに許さん。で、まあ今日乗り打ちやけど、まあなぎばの金があるんで、僕は好きな台全力で全通します。てなわけで本日1台目ガレーゼロ全通です。ボーイ許さん。まあ今日は、まあ、なぎばの、まあ、金なんで、まあ、要はあいつが出せば、まあ、スマハじゃないですか。まあ、なぎはあいつ花々好きなんで、まあ、もう全部ほぼほぼなぎばに任せとったらいいと思うんですけど、あ、動画ではなぎば君って言わな、怒ってくるんですよ、なぎば君。まあ、プライベートではなぎばって呼ぶんですけど、まあ、動画上では一応なぎば君なんで。ご当地風俗巡りって
何が楽しいのみたいな、まず風俗って何が楽しいのって思う方いるじゃないですか。これ簡単に例えると、あの朝一のパチ屋一緒なんですよ。入場する前と同じなんです。あの入場する前ってめちゃめちゃドキドキするじゃないですか。うわ今日どんな設定なんだろうなとかこう思いながらドキドキしながら入ってって、じゃあ結果ね、中身が、あ、じゃあオール1でしたと、前代1位、もうベタピンのゴリゴリのベタピンでしたって言ったら、その期待してたのとちょっと違いすぎてめちゃめちゃがっかりするじゃないですか。まさしくそれなんですよ。じゃあご当地風俗いきます。うわーどんな子来るんだろう、うわ可愛い子がいるかなって期待したら、もうゴリゴリの設定1、もう設定1どころかもうマイナスみたいな期待値。そんなやつできたらもうあれでしょ、アウトでしょ。すごく電話かけてくる、こ、まあ、権利会社じゃなくてこいつはビッグモーターや、ビッグモーターなんですけど、ビッグモーターじゃねえ、ガリバーや。めっちゃ鬱陶しい、常識がねえこいつら。出会んねやからさ、俺はお前らに用はないって言ってんやから、普通に考えたらもう連絡してこいって分かるやん、マジでこいつら。ボスロールがなんか、あのお兄さん、入れたくないみたいな、あの片言でね、日本語片言の日本語で、お兄さん、お兄さん入れるみたいな、でなんかその別料金みたいな、1万円でどうみたいなこと言われて、でなんかその別に俺その入れたいとかじゃなくて、あ別に僕大丈夫です言って、そのおまんは別にその入れなくてもそのままで大丈夫です言った瞬間に、なんかもう持ってきたローションなんかバーンぶち投げて、めちゃめちゃ急変して、態度も180度変えて、で終わった瞬間、もう自分だけなんかこう手をゴシゴシとかこう洗って、お兄さんシャワー自分で浴びてね言うて、10分ぐらいで帰ってったんすわ。なんか次の仕事入ってるから言うて、俺80分で俺予約しちゃうなと思って、80分で予約したのに次の予約入ることってあるのと思って。はい、当たった、ふぅ、245。おいお隣さんと当たらない時の話してたら72ゲーム持ち込み、ここ当たったらめっちゃかっこいいんすよ。よっしゃーよっしゃー、めっちゃかっこよくないですかこれ。よっイエイ、いやよかったっす。いやなぎば頼りにならないんで、なぎば頼りにならないんで僕がしっかりするしかないんで、いや、やっとや、長かった、パラダイスロット消える、青なら、まあまあまあ、もういい曲流れる、20ゲーム継続の疑似ボスね、今から、はい、87枚獲得で、で、共鳴ゾーンですね、引き戻しですって言うたら、高見のドライブゾーンみたいなもんですね。さあここですること、とりあえずレア役とリプレイ引きまくる、あーやばい、新潟なちょっと新潟なあれだな、本当にといいぼったくりバーのほんで、詐欺デリヘルので、中間ばらまいてる卒アップやめろよお前、適当なこと言ってんじゃねえよ。ちょっと遊べる感じではあるんですよ、遊べる感じではね、稲垣翔平としての意見だと、お前上から目線してんじゃねえよ、遊べる感じではなくてですよね。ただちょっと新潟ちょっとなあれ。じゃあ金河はあのぼったくりバーのボーイの骨を持ってやりたいですマジであいつ許さんすいや、とりあえず結果はどうですか。結果は僕は3万2000負けですよね。3万2000負け、はい、いくらですか。これ
俺2万2000負けなんだよ。ナギバが2万2000。うん、え、じゃあナギバが2万2000。ナギはくんかさんでしょ。ああ、せめて一応年上だから。どうでもいいよ。俺めっちゃ俺そういうの気にするから、あの年の差ってやっぱ大事やん。俺めちゃめちゃそこ気にするから頼むよ。ちょっと言い直そうか、はい、言い直そう。ちょっとでも僕が、まあ、3万2000で2万2000。2万2000な。おい、なんじゃねえんだ。気にするって言ってるやん。2万2000ね。な、2万2000ですよね。あ、そう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 、乗り打ちですよね。そう、乗り打ち乗り打ち。2人で5万円。そうですね。で、ぼったくりバーと、詐欺デリヘルの、出るたらマイナス6000枚なんだよ、2人で。やっちまったなぁ。2日で6000枚って、まあやばいな。で、いつかあれだな、リベンジしたいな。いや、ていうか、はよぴー。え？ガールズバーって経費落ちないんすか？おい、ふざけんなよ。落ちるわけねえだろ、バカが。え、ってことはワンチャン待ってください、はよぴー。デリヘルも経費を落ちてくれるんですよね、はよぴー。バカじゃねえの。お前ら勝手に言っただけだろ、ふざけんな。え、ぼったくりじゃないですか、そんなはよぴー。うわ、ぼったくりするってことはいいんすか？あの、ぼったくりするってことは、僕、稲垣陽平として、伐採に、秘宝、ブラック媒体、ぼったくり媒体、早オピーの日常、パート1、スレッド立てて、マジ書き込みますからね。お前なんだよそれ。おい、お前なんだよ。俺書き込みますからね、マジで。あ、潰しますよ、本当に。あ、愛知県の、風俗の爆災にも、ガッチガチで書かせてもらうんで。あ、大丈夫ですか、それでも。ふざけんなよ。関係ねえじゃねえかよ。いけますよ。なんだよ、それ。その手なんだよ。スレッド、1日に埋まりますからね、1000件。大丈夫ですか。稲垣陽平の本気で雨ちゃんも怒られますからね。めちゃめちゃ僕、F5 連打しますからね。大丈夫ですか。明るい未来がある。全つな先には明るい未来がある。ちょっとちゃうねんな。ちょっと。あんまりこれこっち入ったらな。男前が見えへんから。ああ。ちょっと開き気味の方が。あ、おはようございます。あ、おはようございます。すいません。あ、今日はね、地下ロードなんですけど、ルール分かってますか？うん、全つとの決起集会です。じゃあ、崖っぷちの地下ロードのルールは分かってますか？え、決起集会です。あ、わかりました。説明します。いいねとリツイートの数でギャラをお支払いしますんで、イムチャンネルの拡散をして、チャンネル登録者数10万人を目指すと。なるほど。はい。内田さん、はい。内田さんの本心のツイッターで、チャンネル登録者数をね、バッと増やしてもらって、その分ギャラはしっかり払いますんで。ああ、そうだ。はい。大丈夫ですか？今日はね、秘書も連れてきてるんでね。あ、ちょっと紹介しておきます。秘書の忍者飯くんです。どうも、忍者飯です。忍者飯は今あんの？あ、あるんだね。忍者飯くんです。はい、わかりました。はい、で、今日ね、更新のツイッター上げてもらいますんで、はい、はい、準備できてますか？うん、大丈夫です。はい、じゃあもう早速、じゃあ行こうか。はい、行きましょう。じゃあ一発目、早速行きます。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。はい、全部3、2、1。全つの先には明るい未来がある。金河です。このね、朝のね、お見送りがね、一番ね、ロビー活動の中で大事で、一番インパクトがあるからね。あ、ごめん、はい、忍者飯。あー、すみません。すみません、失礼します。いや、ほんとね、
あのこの朝市にね、やっぱり皆さんに顔を覚えてもらうっていうのがすごく大事なんですよ。でここはね、もう発祥の地ですからね、前津と発祥の…あ、ごめん、はい、忍者飯、はい、はい、失礼します。ここはね、もう前津と発祥の地ですからね。ここはね、もう朝からバチッと決めますよ。はい、はい、前津の先には明るい未来です。おはようございます。YouTube チャンネル、キムチャンネルから来ました、前津東コース、内田でございます。まあ今日はね、あの一日ちょっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。前津の先には明るい未来がある。皆さんも今日一日前津で頑張りましょう。そこの巨漢の方も、前津です。前津でよろしくお願いします。じゃあね、皆さんのお見送りが終わったので我々も行きましょうか。はい、はい。もちろん狙うのは、ミリオンゴッド、大変長らくお待たせいたしました、はい、ただいまより前津と内田の入場でございます。本日狙い台ミリオンゴッド神々の凱旋、内田が前津します。おはようございます。ご来店の皆さん、ミリオンゴッド神々の凱旋コーナーにお集まりください。おはようございます。前津と、今日も一日頑張っていきましょう。前津と内田でございます。おはようございます。本日前津です。ミリオンゴッド神々の凱旋、おはようございます。前津と内田をよろしくお願いいたします。いましたね、ミリオンゴッド神々の凱旋にお集まりください。ただいま内田が大選びをしております。どういった立ち回りをするのか楽しみです。狙い台が決まりました。本日の実戦機種、ミリオンゴッド神々の凱旋でございます。前津の先には明るい未来がある。銀河です。銀河でございます。今日はね、内田フューチャーデーなんでね、ちょっとね、張り切っていきたいと思います。1枚目です。秘書の金賀君がチャンスゾーンに入りました。何をやってるんだよ、せっかくのチャンスゾーン。もうダメだな、もうちょっと寝ぼけてるんじゃないか。ちょっと表行こう、ちょっとミーティングだ。ちょっと大丈夫、金額は。あ、大丈夫です。なんか寝ぼけてる、寝不足。いや、そんなことないですよ、全然元気です。あ、そうだな。もしかしてなんか薬とかやってない。いや、ほんまにやってないですよ、マジでやってないです。ほんま、ほんまにやってないです。なんかちょっと怪しいな、はい、大丈夫。全然大丈夫ですよ。いや、よう見たら鉢巻きも逆やでしょ。いや、これ風神なんですよ。あ、借金としてもらえば困るから。今日はね、あの前津との秘書ということで来てもらってるんでね。そうですね、はい、そうやな。じゃあもう前津との秘書ということで、はい、ちょっといつものコールをちょっとやってもらおうか。わかりました、うん、じゃあちょっとやってみて、いきます。うん、クラダ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 。いや、ちょっと、ちょっとちゃうねんな。あ、ちゃうんすか。ごめんな、ちょっとほんな基本からいこうか。はい、あ、ちょっとね、はい、ゼロからちょっとしっかり教えてあげるよ。本当ですか。うん、ありがとうございます。じゃあ、ここで正しい紅のやり方3、2、1。まず足は肩幅に、左手は腰に、で、右手を握り拳を作ってちょっとかがみます。で、ここから一気にクラダイ。足は肩幅、腰に手を当て、手は膝はゲイです。いやいや、違う違う違う違いました、違う。もう一回やるで。あ、すいません。
足は肩幅、はい、左手は腰、はい、右手は握り拳、はい、でちょっと膝を落として、はい、クレナイダーキヤーッ。いやいや、違う、こう来てるやん。あ、すいません。じゃなくて突き上げる拳よね。あー、わかりました、うん、じゃあ行くで、はい、クレナイダーキヤーッ。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 キングです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 。はい、ゲーム数先週2ゲーム、リセット天井で当たりました。投資の方は、3万9000円です。じゃあ行きます。注目はここです。絆で6万かけて1500枚まくった後に、その1500枚を持って凱旋に全プレス。いやー、嬉しいですね。こういう青年党員がいると、私も今までやってきたことが間違えてないという手応えを今すごく感じています。頑張ってください。全プレス投手の6枚目です。おいおい、来た、紅の扉、紅だー。いきます。ゴッド。もうあのね、おそらくね20回ぐらい来てるけどね、1回もこれで当たったことはない。はーい、ね、まあ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 、マニフェスト3、激アツ役でも笑顔。7枚目です。うちらの8枚目です。運動から、運動から、運動から大丈夫。はい、はい、さあ、ここから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 。うわー、センスの先の未来を今からお見せします。はい、1セット終わって272票でした。さあ、ここから楽しみですね。お、ありましたね。やはりテントの先には未来があるんですよ。さらに、そしてご安全に。あ、ちょっと、やばい、やばい、お疲れ様でした。ちょびちょびちょじゃないですか。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。なんかよいしょ、なんか普通のおじとになっちゃってますけど大丈夫ですか。大丈夫です。え、なんか普通のおじとになっちゃってますけど大丈夫です。どうした今日、初の打ち立てが。いやー、よかったですね。
まあ確かにね、終始自体はね、そんなにちょっと芳しくなかった。ボロッカスじゃねえかよ。そう、芳しくなかったんですけどね。いやいやいや、でもね、今日はね、すごくこんなね、こんなたくさんね、いただいて、たくさんのね、党員の方たち、なんかもう、党員の男気を見ましたね、今日はね。の特に青年部の活躍はもう目を見張るものがありましたね。内田が来る日が激アツ。おい、社交辞やおるなって。いやいや、もうね、忍者飯君。いや、内田さん、え、僕六松さんって負けっすよ。いや、ね、うん、それは僕も忍者飯君でしたっけ。僕、うんうん、僕と内田さんじゃ、うんうん、お金の価値が違うんですよ。うん、いや、うん、僕六万三千負けたっすけど、うんうん、内田さんでいうとこの63万です、うん、10倍違うんですよ。1日で63万負けるって、うん、やばくないですか普通に。でも、うん、内田さんだって今日10万ぐらい負けてるじゃないですか大体。うんうん、まあ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 、そうだね。いや、うん、それでそんな元気ってことは、うん、もうまあ簡単に言いますね、うん、お金ください。うん、あのな、はい、うん、忍者飯君、はい、そんな簡単になお金は手に入れたらあかん。やっぱりな、人は不労所得でダメになるからね。ちゃんとした実働で得たお金っていうものを財布に入れんとな、やっぱり人間は堕落するから。あの1990年代のバブル期を見てみ、あの時はみんな不労所得を手にして踊ったよね。まさにバブル、泡のごとく消えていく。何の話だよ。そんな風に簡単にお金ください。お、そうか、ほならこれ取っとき、それは忍者飯君の将来のためにしない。簡単に言いますね、うんうんうん、内田さん、うん、金持ってますよね結構。いや、金なんかないよ。うんうん、いや、お金ください、うん、あのな、今日6万3千負けたのは、はい、途中経過ね。全通の途中経過であって、その先に明るい未来があるから、点で物事を考えるんじゃなくて線で考えよう、忍者飯君。そうするとね、明るい未来が見えてくるんだよ。今日も全通、明日も全通、明後日も全通すると、そこに明るい未来必ずあるから。うん、あー、今日全通で、うん、明日、うん、亡くなりました。まあそれも途中経過、忍者飯君。だから今日の6万3千はあくまでも途中経過。うん、そう考えて明日も全通、うん、頑張りたまえ。今日の全通、うん、明日がなくなりました。全通し明日なくなりました。なるほど、はい、それはなくなったと思ってるのは途中経過。途中経過、実は明日の全通も存在するんよ。明日も全通、明後日も全通、だから全ては途中経過なね。わかるやろ。いや、もう一回聞いていいですか。うん、そのフレーズで僕明日なくなりました。いや、今日内田さんと全通したせいで、うん、もう明日もなくなりましたし、うん、まず返済もできません、うん、で携帯壊れても直せません、うん、いやもうどうしたらいいんですかこれで、うん、本当にそれはな、はい、携帯も直せない、支払いもできないという途中経過やな。で、それでできなくなって終わったわけじゃないね。できないという現状が今ここにあるだけで、それは全て途中経過。明日も全通、明後日も全通することで携帯も直るし支払いもできるという未来が待ってるから、うん、大丈夫だよ忍者飯君。うん、なんか話、どういうことなんですか。僕がおかしいですか。なんか僕がおかしいですかね。いやいや、間違ってないよ忍者飯君。だからね、それは途中経過やという考え方、はい、ね、だから、あ、携帯直されへんという途中経過だからね、途中経過なんです。全部携帯が直せないというのは今日のこの時点のお話でね、はい、うん、もう全てその一生携帯直されへんわけじゃないからね。うん、それも全部途中経過やからね。うん、わかる。逆に早くわかります。内田さん日本語喋ってるんですか今これ。うん、え、僕がバカやから
僕がおかしいですかこれ。いやいや違うよ、あのバカとかそういう話じゃない、ちょっと目線を変えれば気づくことやから。ただ気づくか気づいてないだけの話やから。